ウェルカムトゥヴァンガードファイトサーキット in シンガポール。世界各国を経験し最強のファイターを決めるヴァンガードファイトサーキット。このシンガポールステージを制し、チャンピオンだけが出場できるヴァンガードファイトチャンピオンシップへの出場権を獲得するのは果たしてどのチームなのか。トーナメント形式で決着をつけるこの戦い、1回戦の組み合わせは内緒でしたけどね。その1回戦から熱く激しい戦いが繰り広げられております。レッツイメージ、レッツヴァンガード。第1回戦、チームカエサル対チームスコールもいよいよ終盤戦に突入。アタック超次元ロボ大勇者、愛と勇気と正義の名のもとに必殺グレートジャスティスソード。勝者3対0でチームカエサルの勝利。やはりチームカエサル強かった。これが三定さん、やっぱり強い。全国大会で優勝したことがあるんだから当然ですよ。でも油断はできない。このサーキットに出場している選手たちはみんな自分の国の大会で優勝できる実力を持った人たち。そうですね。以上で1回戦が終了。2回戦に出場を決めたチームをここで確認いたしましょう。その中でも最も注目すべきは1回戦を最小ターンで勝ち上がったこのチーム、チーム SIT ジニアス。クリス、リー、アリの3人はチーム名からも分かる通りヴァンガードファイトの英才教育で名高い SIT で学んでいる現役学生。中でも彼らはヴァンガードファイトでの将来を嘱望されているファイターなのです。専門家の中ではこのチーム SIT ジニアスが最も優勝に近いチームと評されており、その前評判に劣らぬ1回戦での圧倒的勝利と言えましょう。おい、他のチーム見せろよ。果たしてシンガポールステージを制するのはチーム SIT ジニアスか、それとも他のチームなのか、2回戦が楽しみです。結局他のチームの紹介なしだし。クリス君たちってそんなにすごかったんだ。あんなやつら大体他のチームの扱い悪すぎっす。俺たちだって2回戦勝ち上がったんです。いくら地元だからって。いえいえ、カムイ君、いくらサーキットを盛り上げるためとはいえ、実力がなければここまで注目はされないはずです。つまり彼らチーム SIT ジニアスは間違いなく優勝候補。うん、でも俺あいつら気に入らねえ。ヴァンガードファイトが強いからって調子に乗りやがって。
ハードファイトって学校で勉強するもんじゃなくて、ほらもっとドキドキハラハラワクワクあーってするもんなんです。うん、でもカムイ君、うん、向こうは向こう、僕たちは僕たちだよ。うんうん、そうですね、俺たちは俺たちらしく行きましょう。カムイ君で優勝しましょう。よし、なら早速2回戦に向けてデッキの確認します。うん、アイチ君ずいぶん成長しましたね。クリティカルトリガー、パワーはサグラモール、クリティカルはブロンドエイゼルへバーニングアタック。ゴールドパラディンデッキ、少しずつ息が合ってきた気がする。俺様のデッキにリミットブレイクできるユニットはないけど、バトルライザーのブースト、アシュラカイザーでアタック一気。あの勝ちでいける気がしてきた。新しく入れたカードと今までのがうまく組み合わさってる。この調子でいくぞ。オラクルシンクタンク、あっう完敗だった。オラクルが弱いんじゃない、問題はデッキの構築。混成デッキも考えてみたけど、サーキットが始まっている以上、実戦でいきなり使うのは無謀すぎる。やっぱりオラクルの中でいろんなバランスを試してみるしか。さあ間もなく2回戦が始まります。今度はどんな熱いファイトが繰り広げられるのでしょうか。楽しみです。期待が高まります。ドキドキです。しまった。ここにいると勝敗わからないんでした。観客席に行けばよかった。まあ監督だし。そうそう、一緒に戦ってるってことで。うん、それでは2回戦、初めに対戦するのはチーム Q4、そしてチームディミナチオ。組み合わせは先導アイチ vs クリスタル。なんだ、世界びっくり人間チームか。カツラギカムイ vs ゼイチク。さすが世界は広いってか。面白い。トクラミサキ vs ホロスコープ。まあ日本にもチーム下克上ってびっくり人間チームあったし。えそうえそう。チームディミナシオンはヴァンガードファイトにそれぞれが得意な占いを融合させて戦うチームです。占い？歴史は物語ります。国の行く末は占いにより決したと。はあチーム Q4、 あなたたちが優勝する可能性は全くありません。見えるのです、水晶玉を通してあなたたちの運命が。お前の未来を占ってあげるのね。結果が出たのね。この勝負お前が負けるのね。君に捧げよう星座占い。プラネタリウム。キュートな瞳、わかったよ。君の星座はインフルエンザ。インフル。君の魅力はあっという間に僕に感染したからね。はあ。星が僕と君の未来を囁いている。なるほど、このファイトの後君は僕に惚れるそうだ。僕という色男の魅力の前では仕方のないことか。うん、占いは私の専門ではありませんのでよくわかりませんが、彼らのカードファイトの実力は本物です。
オーケー。俺の知らない星座があったとは。誰も運命に逆らうことはできません。あなたたちはここで負けるのです。僕たちは負けません。今回のファイトにはヴァンガードファイトサーキットの主催者である立浪拓俊も観戦に来ております。サーキットで優勝してあの子に会うんだ。そしてロイヤルパラディンが消えた理由を。スタンダード、スタンダード。敵は占い師ってことで全員オラクルシンクタンクか。こいつは面白い。姉ちゃんプレッシャーだな。どうなるかしらね、コーリン。そう。私のターン、ドロー。この人どんなファイトをするんだろう。我が占いは完璧なり。ご覧、星々も我々を祝福しているよ。おや、どうしたんだいハニー。二人の時間を楽しもうじゃないか。心から断る。キラボシのささやき通り、君は僕に負ける。僕の強さを知って君は僕を好きになる。愛の星座はそう告げているんだよ。あいにくだ。私はそういうの信じない。どんなに目を背けようと運命からは逃れられないよ、ハニー。こんな奴に絶対負けない。何より同じオラクルシンクタンクで負けるわけにはいかない。んじゃろんじゃろかっと。俺の占いではズバリお前は運動が苦手なのねん。図星なのね。弁護は優秀だが運動ができないのを悩んでいるのね。古代マラソン大会優勝。体が丈夫な方ではなく風を引きやすい。無遅刻無欠席超健康。エビフライのカリカリの尻尾が大嫌い。大好きだっつーの。どうだ、全部当たっているのね。話しっけー。おお、感じる感じるのね。このカードがお前の運命を指し示すカードになるのね。ドロー。来たのね。特別に見せてやるのね。お前の不運を示すカードなのね。ダークキャット。そう、黒猫なのね。お前はこの瞬間から不運の星がつきまとうことになるのね。そんなの信じられるかよ。あ、ポチッとな。猫の鳴き声。早速呪われたのね。な、バカな。風、なんだか暖かい風が吹いてきた気がする。あ、信じねえ、信じねえったら信じねえ。ターンエンドです。5枚止まりでしたね。やはりあなたは私を倒せない。私の占い通り。あなたは4枚。次のターンで私の勝ちです。花占いの女神サクヤ、ライド。サクヤのスキル、リアガードをすべて手札へ。これで新たに攻撃を組み立てることができる。運命を書き換えられるのです。これこそ本当の水晶玉の導き。コール、ラックバードのソウルブラスト。1枚ドロー。今のドローでソードダンサーはパワープラス1000。
ダークキャットをポーズ。ダークキャットのスキル、お互いに1枚ドロー。今のドローでソードダンサーにもう一度パワープラス1000。トータルでパワープラス2000。数値は小さいけれど、これが勝負の行方を左右する可能性もあります。 KSYSK。 そっか。メテオブレイクウィザード、三日月の女神、つくよみをコール。ラックバードのブースト、ソードダンサーでアタック。ダメージトリガーチェック。あと1枚になりました。ダークキャットのブースト、サクヤでアタック。降臨の盾、マルクでガード。完全ガードですか。あがいても無駄です。1枚、結果は決まっているのですから。2枚、三日月の女神のブースト、メテオブレイクでアタック。カウンターブラスト、アタック、パワープラス3000。僕は負けるわけにはいかないんです。ガード、サイレントパニッシャー、武将にグイディオン。倒しきれなかった。水晶玉の導きと違う。水晶玉よ、私に勝利を。グレードさんが来ない。これも黒猫の呪い。手札までついていないようなのね。不運の星につきまとわれたお前はこのまま負けるのね。そして友達や好きな子に嫌われてしまうのね。嫌われて。カムイさん負けたんですか。ダサダサですね。 KMDSDSS。 弱いカムイくんなんて嫌い。寂しいのね、悲しいのね。一人ぼっちなのね。そんなの。やだ。そんな運命絶対認めねえ。いや、運命には逆らえないのね。認めねえったら認めねえ。お前の言うことなんか信じねえ。神様の人生にはエミさんが必要なんだ。来た。青い星に眠る青いドラゴンよ、俺様の声が伝令だ。目覚めて地上に舞い降りよ。中心アズールドラゴンに俺様ライド。お前をブルブル青ざめさせてやるぜ。くらえ、ブルーフェイス、ブルブルアタック。まさか俺が負けるなんて。無念だとって。いやジャガンヌビキ、エウリュアレイにライド、そしてコール。はあ、バインド。もう一度バインド。なーん、ガード可能な2枚が、ガードできない。オラクルガーディアンジェミニがブーストしたエウリュアレイでアタック。私が振られるなんて。聞こえます、聞こえます、水晶玉が私に勝利を告げる声が。何か見落としていませんか。何のことです。あなたの水晶玉では見通せないものがここにある。しまった。灼熱の獅子、ブロンドエイゼン、限界を突き破れ、リミットブレイク。おお、灼熱の獅子の呼び声に応えよ。メリオルトール、戦場の嵐、サグラモール、そしてサグラモールと同じ
パワー1万をブロンドエーゼルに。スペリオルコールしたユニットのパワーをプラス。まだです。ブロンドエーゼルはリアガード1体につきパワープラス1000。コールビギノス、ガレス。仲間を呼び、呼べば呼ぶほど強くなる。目覚めよ灼熱の獅子ブロンドエーゼル。トータルでパワー2万5000。ギルフのブーストバーニングアタック。ガードできない。ドライブトリガーチェック。水晶玉が我を導きたまえ。ダメージトリガーチェック。負けた。我が占いを打ち破ったのはリミットブレイク。3対0でチーム Q4 の勝利。3回戦進出。腹減った。マムジー。ん？あいつら。チーム SIT ジュニアス。チーム Q4 の3回戦進出だっての。へへん、おめでとうさん。なんだよその言い方は。カムイ君。俺たちは大学の期待を一身に受けている優勝候補。3回戦程度で喜んでいるお前たちとは背負ってるものが違うんだよ。お前が言うか。でも、ま、そういうことです。なんだぞ。あいつらだけには絶対負けねえ。中はともかく、もっとまともな占いだってあるよ。うん、よく当たるって評判の占いも。恋占いとか楽しいじゃね。みさきちゃんが恋占い。やっと馴染んできたとはいえ、このゴールドパラディンデッキで戦えるイメージが。次回女神をかけて。俺の将来の花嫁はやっぱり永遠に無理なんじゃない。絶対信じねえ。